皆さんこんにちは。シエナウィンドオーケストラクラリネット奏者の飯島泉です。今日はこのさつまいもを使ってお料理してみようかなと思います。でさつまいもにはいろんな種類があります。これはシルクスイートっていうお芋でしょ。であとは紅あずまとか、今日はちょっとうちにはこの2つしかないんですけれども、今日のお料理の中では安納芋と、紫芋を使ってお料理していきたいと思います。さつまいもっていうのにはですね、ビタミン C がたくさん含まれているんです。でこれはリンゴのなんと5倍、すごくないですか。ビタミン C っていうのは細胞と細胞を結ぶコラーゲンっていうタンパク質を作るのにとっても必要な栄養素です。シミを予防したり、免疫力を高めたり、とても栄養素が高いお野菜になります。さつまいもをこう切った時に白いなんかこう液体のようなものが流れるの見たことありますよね。であれはヤラピンっていう名前で呼ばれてて、そのヤラピンは皮の5ミリのところからこう溢れてくるんですね。これとても栄養があって、加熱をしても全然変わらないんです。でそのヤラピンは昔からデトックス効果があるよって言われていて、なるべく本当は皮のまま召し上がっていただくのが理想的だと思います。さつまいもというと皆さんに嫌われてしまうお野菜です。最近では炭水化物とか、糖質が多いものはなるべく控えたいと、ダイエットには敵だと言われているんですけれども、さつまいもは冷まして食べると嬉しい効果があります。一度火を加えたさつまいもを冷ますことで、この糖質がなんと食物繊維と同じような形に変わってしまうんです。なので皆様安心して召し上がってください。今日はですね、さつまいものデザートサラダを作るんですけれども、このデザートサラダに欠かせないのが、じゃじゃじゃーん、こちらのメープルシロップです。でメープルシロップっていうのは、皆さんご存知の通り、カエデの木の樹液から作られている、自然の甘味料と言われているものです。なんとメープルシロップには54種類ものポリフェノールが含まれています。でメタボリック症候群や、糖尿病の予防、あとは現代人にとって負担のかかりやすい肝臓病なんかも、フォローしてくれる効果が明らかになりました。そしてもう一つ欠かせないのが、今日はレーズンを使います。でこれは、ドライフルーツのレーズンに、すごいいい香りなんですけれども、ラム酒に浸して、今日で1週間ぐらいかな。で最初ちょっと硬かったのがこんな風にふんわりしてきます。でこれを刻んで入れるんですが、お子様にはやっぱりラム酒がきついなって思う方は、お湯でふんわりさせて、それからカットしていただくと美味しく召し上がれると思います。本日の曲は服部隆之さん作曲のグリーンスプラッシュマーチ、シエナウィンドオーケストラの20周年記念のために書かれた楽曲です。服部隆之さんがこちらの曲を作曲されるときに、シエナウィンドオーケストラは上から見下ろしたような音楽ではなく、幅広い方たちに愛せれるような音楽であるっていうことに、共鳴をしていただきまして、グレードを抑えながらも、たくさんの皆さんに演奏していただけるような曲にということで、素晴らしいマーチを作っていただきました。トリオの部分はとても美しいメロディーラインに仕上がっています。ハーモニーなんかもとても美しいので、感情移入して、楽しんで演奏していただけたらなと思います。それでは服部隆之さん作曲グリーンスプラッシュマーチに乗せてお料理いってみよう。